時刻はまもなく2時45分になるところです。生放送でお届けしている広島スマイルパフェ木曜日バージョン、なごみの暮らしの時間。第4木曜日はいつも日本の風景について清水正弘さんにお話を伺っております。清水さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の風景のテーマは、今日はですね、日本の中の、イギリススコットランドへ行こうっていうんですね日本の中にスコットランドがある、3つもあるんですよ。これ3つもある、3つもある。そしてその3つが西日本に集中しているっていうですね。やるじゃないですか、西日本。そうなんですよ、西日本、西日本に住んでる人にとってみたらですね、飛行機を使わずにスコットランドに行けるわけですから、すごい、これはもう行かない手はない行かない手はない行かない手はない。じゃあ早くそこ教えてください、うん、そうですね、はい。スコットランドの風景をね、行かれたことのない方でも、例えば小説の嵐ヶ丘っていうのがありますよね、はい、ああいうので、ちょっとね、そのイメージを、風景のイメージを彷彿とさせていただければと思うんですが、ちょっと荒涼としたような、あまり樹木が生えてないような、ちょっと丘ですよね、はい、イギリスってのはそんなに高い山はなく、並びに北部の方のスコットランドはより一層高い山はないわけですね。ですから、そういうところでゴルフみたいなもののスポーツが発祥されたりとかする、そういうちょっと丘陵地帯なんですよ、で並びにその丘陵地帯なんだけれども、あんまりその高い樹木は生えていない、ということは眺めが非常にいいような丘陵地帯っていうイメージですよね。木ではなく、草原のような、でもあまり植物が生えてない、でも荒涼とした感じ。そうですね、やっぱりスコットランドは緯度が高いですから、そんなに植生が豊かではない、で、低灌木っていうのはあったとしてもですね、非常に視野を遮るような高い樹木はない、ということは、その基本的にスコットランドのイメージっていうのは、眺めが非常にいいような展望のいい丘陵地帯を、山高坊のイギリス紳士がちょっと犬を連れてあげてっていうそういう雰囲気じゃないですか。そうそう、ステッキをつきながらでスコッチの宣伝じゃないですけど、そういうような雰囲気ですよね、そのような雰囲気、いわゆる非常に展望のいいような丘陵地帯が広がる、展望のいい丘陵地帯が広がる西日本、西日本3つもあるってイメージできますか。どこでしょうか、それは。そうですね、やっぱり日本というのはどうしてもその森のイメージがありますから、山とか、丘にしてもやはり樹木が生えている。でも樹木が生えていない丘ということになってくると、例えば広島の人であれば、小学校とか中学校ぐらいの時にですね、遠足で、ちょっと西の方に行ってですね、秋吉台なんていうところよく行かれるじゃないですか。私も行きました。行かれました。行きました。行きました、はい。でやはり秋吉台の地形を思い出していただきたいんですが、非常に展望がよろしいじゃないですか、はい。で並びに、ちょっとそんなに高い山ではなく、穏やかな丘陵地帯が、その連続していく、はい。そしてもう一つは、あそこはカルスト地形と呼ばれますから、いわゆる石灰岩の白い、ちょっと大きめの岩が地面から露出したりとかしている、そしてアリ地獄のような、あれドリーネと言いますけれども、そこから降った雨がずっと下に行って、修法堂のような鍾乳洞を、その必ずカルスト地形の下には作られるわけですね。ですので、ちょっとその背景を言いますと、やはり水はけが良すぎるので、雨が降ってもですね、地面の方に、鍾乳洞の方に落ちていってしまうので、樹木があまり生えないわけですよね。そうか、豊かには育たないということですね。豊かには育たない。そうなんですね。で、そしてその穏やかな丘陵地帯、そしてそこにはまるでスコットランドにいるような羊の群れのような石灰岩のそうか、岩がね、こうちょっと見え隠れするところがこう草の間からあるわけですよ。確かにそういうふうに見えますね。そういうところを歩いてると、まさに何か自分がですね、イギリスの山高帽をかぶった、そのジェントルマンになったような気分にもなれるかな、というような感じのですね、それがまず広島から、秋吉台なんていうのはね、行ってみたらよく行かれる人多いと思うんですが、その秋吉台は展望台があって、その展望台から、その展望台の上からその秋吉台全景をね、その眺めるっていうことはよく行かれると思うんですが、それよりもうちょっと奥に行ったらですね、家族旅行村っていうところがあって、家族旅行村で、そこに大きな駐車場があるんですね、そこに車を置いておいてですね、そこから実はその山の上の方に、山ったって丘なんですけど、丘の上の方、その名前は龍五峰って言ってですね、
龍五鳳、画数の多いドラゴンの龍にですね、五穀神社の五、守るっていう字ですね、うん、難しい漢字が続きますね。そう、画数多いですよね、うん、そして峰と書いて龍五鳳、標高でいうと400メートル足らずぐらいなんですが、そこにゆっくりとその家族旅行村の駐車場から歩いて上がってきるんですよ。なるほど。最初はちょっとだけ、まあ、あの人工的に、その植樹された森のようなところを歩くんですが、急に展望がポンと広がるんです。うん、そこがスコットランドへの、ゲートウェイなんですね。龍五鳳はスコットランドなの。スコットランドなんです。すごいですね。そうなんです。でもこれは本当にね、あの秋吉台の方によく行かれる方でもあんまりここには行きません。龍五鳳の方まで行かれない、うん、だから意外とあの隠れたスポットになってるんですね。うん、でも本当におすすめです。ここはですね、私は何度も何度もその人を連れてここに行くんですが、ここにお連れして不満とか不平を言われた記憶がまずない。で必ずや、あのパスポートを皆さん持ちましたかみたいなですね、そんなあの冗談を言ってからその上がっていくんですけれど、本当にですね、ここを歩かれた方は雨が降っても非常にいいっておっしゃいます。天気が悪くても満足してます。天気が悪くてもスコットランドってね、あの緯度が高いで いつもなんかどんよりしてるんですよ。どんよりしてますよね。よりそうだから、その天気が悪い方が、スコットランドっぽいなっていうふうな感じのことも思い浮かべやすいですね。カルスト地形がスコットランドに近いと。うん、そうなんですよ。でも西日本に集中してるっておっしゃいましたよね。はいはいはい、今、うん、山口の秋吉台だけは教えていただきましたが、その他にも西日本にあるんですよね。そうなんです。でそれもですね、その秋吉台も広島から日帰り圏内ですが、はい、あとの2つも広島の人にとってみたら日帰り圏内の場所で行って帰っておれる場所なんですよ。本当に本当に本当に教えましょう。2つ目はですね、はい、ちょっと秋吉台からもうちょっとその西の方に関門海峡を渡ってですね、あのインターの名前で言うと小倉南インターっていうのがありますけれども、はい、そこで降りるんですね。でそこから地道をものの30分ぐらい南の方に走っていくと、あの平尾台って言ってですね、平らに尾っぽの尾にその大地の台、平尾台っていう名前なんですが、ここもそのカルスト地形の、景観がどーんと展開するところなんですよ。どちらかというとですね、この秋吉台の龍五鳳とか、そのあたりよりももっともっと本当に私たちの思い描いているようなカルストっていうですね、ザッツカルストっていうそんなイメージがするような、先ほど申し上げた白い石灰岩の羊の群れみたいなものが、あの秋吉台の方は例えばその100頭ぐらいの羊の群れだとしたら、こちらの平尾台の方1000頭ぐらいいるぐらいかのような、そんなに本当に典型的なポコポコというような石灰岩の岩が連続するんですよ。そしてあの秋吉台の龍五鳳と同じように、ここにも最高峰の貫山っていう名前の山があるんですがね、そこまでまあちょっと軽くその登山ができるんですが、その登山ルートがその羊の群れの中にずっとルートがあるんですよ。ですからまさに自分がスコットランドの羊飼いになった。ちょっと言い過ぎかなそれは。小倉南からだったら本当近いですよね。そうですよ、小倉南までね、その山陽道を走っていけばそれこそ2時間半かそんなもんで行けるじゃないですか。はい、そこからプラス30分ですから、まあ、片道広島からだと3時間強ですから、朝の7時に出発すればもうお昼前ぐらいにはつけると。でそしてそのカルスト大地の中を、まあ、いろんなハイキングコースがあるんですよ。はい、ですからいろんなその体力に合わせてそのいろんなコースを取られてですね、でそしてまたその日のうちに帰ってくるということは日帰り圏内で十分可能なところなんですよね。どうしてもあのなんかこう雄大なというふうに聞くとね、阿蘇の方を持ってしまうんですが、もっと近いところにもあったんです。そんなところに行かなくてもいいんですよ。そんなところに行かなくても もいいんですよ。阿蘇だと日帰りはちょっとギリギリしんどいかなって感じでしょ。ですからそこまで行かなくてももう本当にあの3時間片道アクセスで、行ってですね、平尾台も標高が高いところにあるんです。ですから平尾台の上のてっぺんぐらいまで上がってしまうとですね、東の方向にあれ大分から、福岡の北九州のあたりの海がありますよね。おそらく北九州空港だと思うんですけど、ちょっとその海の沖合に滑走路みたいなのがあるんですが、そういうところまで見渡すことができるんですよ。なんです。ですからその海も展望できてしまう。海も見えちゃう。海も見えちゃう。ですからそれはもしかしたらスコットランドの奥のですね、北極海が見えるとそんな
イメージのようなですねなるほど、そうなんです。ですからその九州の人はよく知ってはいるような感じなんですが、広島の人にとってみたら平尾台っていうふうに言ってもですね、もうおそらくあのカルスト地形とかそういうふうな形のことは全く想像もつかない感じですね。でここには鍾乳洞もあったりとかして、普通の観光でその鍾乳洞の中に入っていったりとかする、はい、秋吉台と同じような四方洞に入るようなそういうこともできるんですよね。平尾台、でも日帰り県内で2つのカルストがあるとは思いませんでした。ですよね。さて